名前何だったっけ。ハラペコアオムシ。アオムシ。ハラペコアオムシはウクライナ語でドゥゼゴロドゥナグーセネザ。絵本を読んでいるのはフルヤレイナちゃんです。弟のユラ君は生後6ヶ月。ウクライナにはまだ行ったことがありません。2人のお母さん、ウクライナ人のニーナさんです。山口大学に留学していた時、夫の光一さんと知り合い結婚しました。マイナス20度。下松市に住む古谷さん一家、去年8月から住人が1人増えました。ニーナさんの母親、バラトチューク・スヴィトラーナさんです。ウクライナから娘のいる日本に避難してきました。その24時間以上かかりました。そのウクライナとポーランドまで行くのに、まあ国を出る時の検査もありましたし、まあちょっと渋滞もウクライナ避難民には入国した際、県から20万円が支給されました。今は日本財団から3ヶ月に1回生活費25万円が支給されています。Японія молодець, що підтримує Україну. Дякуємо їй. Дякуємо всім вам, тому що це залежить від вас. Так все добре, мене все влаштовує. Дякуючи вам. 生活には不自由していないと言いますが、ウクライナに残っている家族のことが気になります。開戦当初、ロシアは首都キーウを含むウクライナ各地を攻撃しました。ニーナさんの実家はウクライナの中央部チェルカーシ州にあります。ранок розпочався так як кожен раз. Чоловік встав на роботу. Ми прокинулись від того, що у нас в домі двері відкривались самі по собі. 周辺にあった軍の施設がミサイル攻撃を受け、開戦から3日間爆発音が鳴り止まなかったといいます。家には今もニーナさんの父親が住んでいます。戦時下のウクライナでは成人男性は戦闘要員とみなされ、原則として出国が認められていません。ウクライナに残った家族は今も危険にさらされています。祖国の友達、 J アラートみたいにこうロケットが来たらいつも携帯が鳴るんですよ。でも本当ひどい時はずっと夜寝る、日本だったら夜にずっと鳴り響いてて、もう寝れないし、もう本当にその度に電話して大丈夫か大丈夫かって不安で、でも本当に日本に来て痩せました。もう心配で、言葉の問題もあるし、早く帰りたいけど帰れないっていう、まあ、なんかそういうな辛い顔を見るのは自分たちも辛いですね。うちはそうなんですけれども、もっともっとひどい状態にいる人たちはもういっぱいいますので、家族も失ったし、家もなくなったし、町自体なくなったので、自分やってた仕事も、もう全部なくなって違う国行って、私たちの場合だったら日本とか全然言葉違うし、仕事も違う仕事に就きますし、住む、ちょっとだけでも似てる普段になるようなその準備は大変なので、しっかり日本の応援を受けながら、みんなが新しいスタートで、日本でこれから
頑張るんですけど、ぜひよろしくお願いします。残ったもう一人の家族はさらに危険な状況にいます。弟のサーシャさんです。戦争が始まってから志願して軍隊に入りました。サーシャさんの左腕です。爆弾の破片が突き刺さり重傷を負いました。ニーナさんは戦争の実態を知ってほしいと負傷した弟の動画を見せてくれました。手が何箇所に切られて骨折してて、でその神経も切られてちょっと手が動けなかったんですけど、この間その神経を引っ張ってつながる手術を受けて、やっとこうちょっとずつ指先が動かせるようになってきて、今はリハビリしてます。怪我が回復すればまた戦地に行くことになると言います。いや、ひどい、ひどいです。もう武器が足りなくて、相手はすごくもうなんかいっぱい種類もあるし、もういっぱい使えるから、もうこっちは死ぬかどうか、もうこっちからなんていう、まあ、自分は何しても、もう自分は決めるんじゃなくて、もう運ですね、今は死ぬかどうか。だからそのちょっと、まあ、だからそのような話するんじゃなくて、まあ、怪我してないかとか、まあ元気か、ご飯食べたかとか、そういう話の方がしやすかったです。Я так само хотіла, щоб підтримували Україну. Хотілося б перемоги, щоб там хотілося. Я хочу перемоги, щоб швидше люди перестали страдати, чи як. Кайсен кара асу де 1 нен. Мачі ва хакай саре, 人間の殺し合いが続いています。今も戦争に終わりは見えません。どんな思いと言ったら、もうその自由なウクライナ、もう勝つためにみんな頑張ってて、死ぬまで頑張ってて、それは絶対諦めないです。もう勝つしかないです。ロシアに負けるってなったら、もうウクライナとしては国としてなくなるし、そのウクライナを持ってる人も死ぬので、もう命にかかってます。ロシアによる軍事侵攻で日本でも周辺国の脅威への危機意識が高まりました。政府は防衛力の抜本的強化を掲げています。もうウクライナの話で終わってほしいんですね。もう1年も続いてますし、もうみんながよく見たんではないんですね。もう戦争というのはもう命を落とすし、街もいなくなるし、もう大変なので、もうみんながなんか、なんて言ったらいいかな。もうみんな見て習って、もう戦争にならないようにみんな頑張ってほしいんですけど。まだウクライナを見たことがないユラちゃんを連れて祖国に帰れる日が来ることを願っています。